淡水魚の味イコール取れた魚が住んでた場所の味なんです。例えばそれがもし本当に泥臭い味がしたなら、琵琶湖が汚れとるという話なんですよね。魚の匂いのようで環境の味なんです。琵琶湖で取れるもんっていうのは、私たちがどういうふうに生活してるのかっていうのをね、見るのにはもうベストですね。どうせ食べるなら今しか食べれない味っていうのはやっぱり面白いもんなんで、そういうもん食べてもらいたいなっていうのはありますね。ワニ使ってるのは、琵琶湖水系の越川で取れる天然のスッポン、それと地元で取れるマンガジーっていう唐辛子の仲間、汁の方はちょっと濁ってたあれがですね、東川っていう近江八幡で茄子の名産地がありまして、その茄子をすり流しスッポンのだしと一緒に忍ばしてあるっていうのが今日のワンものですね。で、皆さん、スッポンって冬に鍋でこうグツグツしてるのをイメージされること多いんですけど、天然のスッポンって夏秋が旬なんです。琵琶湖のこう水面に浮いてる鮎を下からこうすくい上げるすくい網漁と、網にこう泳いでてプスッと刺さったやつを取るその刺し網漁と2種類あるんで、今日の料理はその1つずつ料理させてもらいました。刺し網漁で取った鮎っていうのは、その網目の大きさに対して鮎の大きさが決まってくるっていうね、形なんで、ちょうどいい本当に小さめの小鮎を食べた時にこうほわっと香りが、天ぷらのこう香ばしい香りと鮎の香りが上がってくるっていう料理です。小鮎のお寿司、これはもう滋賀県の中でもやっているお店がごく限られているっていう。琵琶湖でその取れる鮎っていうのは鮮度がすぐ落ちる、取れたうちにもすぐ手に入れてさばくと。で、それをこう、小肌を締めるかのようにさっと締めて握りにしてしまうと。そうすると天ぷらでは分からなかったその鮎のね、淡水魚としての香りがよく分かる。鮎ってこんな香りしてるんだよ。そういうものが食べれるのが小鮎の握りです。京都は都があったところから文化の発祥点って言っても別に間違いじゃないんですけど、滋賀県かてずっと昔から人が住んでてずっと受け継がれてきたものがあったので、それは日本の文化ではないのかと言ったら、そんなわけなくて、それも日本文化の形作っていう中の一つなんですよね。都にいいものが集まるのは当然なんです。もうそれを超えてずっと残っているものがたくさんある。その時にキーワードとして稲びているっていうふうなものを探していくと、もうめっちゃあるやんみたいな。歴史あるものに対するそのリスペクトっていうのが非常に強い。神社と関わっていく料理人として一つのあり方が式包丁であって、日本料理が日本料理と成し得た一番最初って神社に奉納する奉納料理なんです。独自の文化として形づいたものの一番最初って神様に奉納する形はこうですよって決めたのが一番最初の。僕がやっているその手菓子料理そのものは、やっぱり神社に奉納するっていう日本料理のルーツにやっぱりつながっていくっていうところを重視する。